あレトロポップがまた流行ってるね。わかる。なんかさ、絵柄とかもさ、80年代っぽいやつまたちょっと前からずっと流行ってるし、一巡するんだろうね、流行がね、うん、ルーズソックスがまた流行ってるのと一緒だと思う、多分。ルーズソックス、流行ってるよ。ちょっと前からめっちゃ流行ってんじゃん。知らん。だって街行く JK とかめっちゃルーズソックス履いてるよ。みんなちゃんと外出ないから。じゃあ街行く JK を見るのはやめて、ウィゴーとかに。ウィゴーっていう、あの中高生が服を買うさ、店にさ行って、品揃えの中にめちゃくちゃルーズソックスがあるから、それを見て確認してきなよ。いいじゃん、ウィゴーだったらただのお店だからさ大丈夫だよ。それはそれでやばいか。おっさんがウィゴー行ってたらダメなんかな。いやでもなんかさ、こう娘とか姪っ子とかにさ、なんか買っててあげようとしてんのかなみたいな。なるくない？わかった、雰囲気によるわ。なんか爽やかお兄さんになってウィゴー行けば、あ、なんかプレゼント用かなとか、そういうぬくもりのある視線をこう来るよ、きっと。娘にプレゼントを装ってプリキュアのグッズ買ってる。いいじゃん。見習いなよ、みんな。そういうことだよ。最高だよ。好きに買ったらいいとは思うけど、でも本人がこれは娘のためっていうさ、殻にこもった方が楽に生きれるならそれでいいと思うよ、カブラキは。やっぱそれぞれの生存戦略があるからさ。おうし座のあなた、枝毛が増えます。獅子座、喉が渇く前に水を飲むといいでしょう。天秤座のあなた、利き手と逆の手で書いた文字全然読めなくねっていうのが面白かったのは昔です。